バッテンフォールは、スウェーデンのストックホルムに本社を置く大手電力会社、エネルギー会社。1990年代の電力自由会合、フィンランド、デンマーク、ドイツ、ポーランドを含め、ヨーロッパ各地に買収の手を伸ばし、北欧のみならず、ヨーロッパ有数の多国籍エネルギー企業となっている。バッテンフォールは、英語の、ウォーターホールに相当する。1909年に設立された。 王立水力発電委員会を前身とする公営企業でスウェーデン政府が100%所有している。長年スウェーデン北部の山岳地帯での水力発電を行ってきたほか、ストックホルムの北のホルスマルク原子力発電所など多数の原子力発電所を運営し、ドイツなどスウェーデン国外の火力発電所や原子力発電所も保有している。 欧州連合が1987年の構想以来進めてきた電力自由化によりスウェーデンではヨーロッパの先陣を切って1996年に電力自由化が行われた国内第一の電力会社バッテンフォールは水力発電処分から上がる巨額の利益をもとに国外でのエネルギー企業買収を進めた特に送電線によって結ばれた北欧諸国及び バルト海対岸のドイツとポーランドを中心にしている。ドイツでは1990年代末以来、バッテンフォールは8大電力会社のうち3社を、子会社に収めてきた。1894年創業のハンブルク電力会社、旧東ドイツの電力事業をもとに設立された、合同電力会社、1884年創業のベルリン電力会社である。2002年から2003年にかけて、 これらの会社は、カッタン採掘会社、ローバグと共に、ベルリンに本社を置く、バッテンフォールヨーロッパに統合され、各社のブランドは2006年に、バッテンフォールに置き換えられている。一方で、スウェーデン国内では、発電に際して環境に対する負担の最も、大きいカッタンを使う、火力発電所を多数買収したことや、露天掘り炭鉱周辺の住民を大規模に立ちのかせる。 活ン採掘を事業に加えたことに対し議論が起きている。バッテンフォールは自らを地球規模のエネルギー節約の先駆企業と位置づけ、二酸化炭素排出量を最小化する方針を打ち出しているほか、先進国と発展途上国の間で排出量を調整し合う案を国連でプレゼンテーションしている。ありがとうございます。